じゃ遠慮なく。部室まで戻る手間省けてラッキー。水泳部活動してないのかしら。っていうかあの二人だけだし。なんかただいま無料開放中とかで、最初くんがさ、はじめ、いいだろう、スリルあって。今度転校してきました、水島麻紗です。よろしく。水島さん。待ってよ、水島さん。ねえってば。ウェイト。最初くん、また女の子追っかけてる。どうせなら私らと遊ぼうよ。今日は水泳部の大事な会が。うんだ、約束したってすぐ忘れちゃうくせに。テニス部の水木キャプテン。クールなブルーがキュート。嘘、丸見え。カラオケ上手のカナミちゃんはレースのミントでさすがお嬢様。いやー、バッチリメモったからドンウォーリー。じゃ、もうベンジー。まあ、今の怒った？レディーの前で他の子の話なんて地雷ドカン。でもオッケー、俺の一番好きなのストライプっつーの。まさにストライク。おお。さっきから隠そうとしないから。最初くんさ。お。うざいんだよね。あら。あっちゃー。ああ。どうしてそう冷たいかな。ほんと最低。ああ、俺たち水泳部の仲間なのにさ。ああ、開けてよ。ほら、一緒に仲良くやった方がさ、タイムも伸びるっての。私の心に居座るようになっていた。ダメなの？振り向いてよ。ありがとう。え？ねえ、許してってば。もう本当に露骨なんだから。なんかやらしいこととか考えたりした？違うわよ。朝ちゃんの中、独り占めできて。
独り占めなんてずるい。忘れちゃ嫌だな。ほや。ごめんね、持ってもらっちゃって。これ何に使うんですか？物干しの修理よ。業者さんにお願いしちゃうと高いでしょ。ああ、なるほど。少しで彼女は俺が住むアパートの管理人さんだ。おじいさんの思い出が詰まったアパートが大好きで若くして管理人を引き継いだらしい。ゆういちくん、よかったら夕飯食べに来ない？手伝ってもらったお礼に。マジっすか？やったうん。管理人さんって意外とドジっ子ですよね。あんまり笑わないでよ。時々見せる子供っぽい表情がすごく可愛くて、俺は彼女に惚れていた。管理人さんも一緒に食べればいいのに。ごめんね、ゆういちくん、怪我させちゃって。ええ、俺の方こそ。さっき一瞬だけ見えた。あの、ゆういちくん、これ。これは、その。もしかして、私のせい？いや、管理人さんのせいというか、管理人さんだからというか。本当？管理人さんじゃなきゃこんなになりませんよ。私もね、最近ゆういちくんの顔を見るとドキドキしちゃって。ゆういちくん、いつもいろいろ手伝ってくれるし、もしかして好意持ってくれてるのかなって。でも私はゆういちくんより5つも年上だし。そんなの関係ないです。俺、管理人さんのこと好きですから。俺じゃダメですか？お姉さんをドキドキさせた責任ちゃんと取ってね。管理人さん。私もね、本当はずっと前からゆういちくんのこと好きだったの。ずっと前っていつから？忘れちゃった。ほや。おはよう、松川くん。おはよう、桜町さん。おいしそうね。私もいただけるかしら？今は食事中なので後じゃダメですか？ダメよ、遅刻しちゃうでしょ。あの桜町さん、委員会の打ち合わせどうしよう。見られてる。行くわ、打ち合わせに行くわ、君の家に。うん。唐突ではあったけど、女の子と会話することが数えるほどしかない僕は。もう聞こえてないか。その日の晩、
彼女は勢力の安定供給を求めてうちに住み着き始めた。ねえ、松川さ、今朝見かけたんだけど仲いいの？桜町さんと。いや、彼女は読沢月の小学校からの同級生だ。ほら、実行委員会で一緒だし。ああ、そういえば。でも、なんでまた？別に大した意味は。ふーん。あのさ、あんた土曜日。あ、ごめん、そろそろ行かなきゃ。また後で聞かせて。桜町さんお手製の夕食後、6月に入った。ほら、準備。シャワー浴びて学校行くわよ。うん。雨、上がったわね。うん。いや、さっき偶然会って委員会の話をね。家が近いみたいでさ。おはよう。おはようございます。なんとなく気まずくて、ホテルから出てきたところに出くわしたような、なんとも言えない背徳感があった。